チャオ、あっちゃんです。今日のおやつはカルビーポテトチップス、ピリ辛期間限定、じんわり辛い山椒の後引く味わい四川風麻婆味です。なんかね、すごいパッケージでインパクトあって思わず買っちゃいました。はい、四川風麻婆味で、ピリ辛期間限定っていうのがあって、アジアの特徴的な味を楽しめるポテトチップスです。おつまみにちょうどいいピリ辛味2品を期間限定でお届けしますということで、四川麻婆味とトムヤンクン味っていうのがね、あるみたい。トムヤンクン味売ってなかったな、まだ、また探してみよう。ってことで、四川風麻婆味、山椒のピリッとした辛さが特徴の四川麻婆をイメージしたポテトチップスです。じんわりと辛い山椒がアクセントの後引く味わいです。美味しそうでね、ちょっと楽しみなんで、早く食べたいと思います。はい、では開けますね。おお、なんか、辛そうな匂いがする。山椒の匂いか、なんかピリ辛でも、なんかキャベツ太郎みたいな、たこ焼きみたいな、感じがの匂いがする。うまい棒のソース味みたいな匂いもする。鼻に粉入った。こんな感じ。ちょっと赤い目で辛そうな感じです。でも子供ちゃんと先食べてるし、はい、では食べたいと思います。めっちゃ山椒の味、辛っ。山椒の辛みで、めちゃくちゃ美味しい。あっちゃん山椒好きやから、いいです、いいです、大好き、美味しいです。辛くない？大丈夫？なんか子供が喜んで食べてる、美味しいらしい。麻婆豆腐好きやからね、うちの子ね。四川風のなんか本格的な、なんていうかな、山椒が効いた味。本格的な四川風麻婆書いたら違うけどね、山椒がすごい効いてんの、美味しい。でもね、辛い。なんか飲み物が欲しいね。なんかめっちゃうわ辛とか違って、後でピリピリって辛いね。山椒です、はい、めっちゃ美味しい。ということで、今日のあっちゃんちのおやつは、カルビーピリ辛期間限定四川風麻婆味でした。はい、期間限定で多分またすぐなくなっちゃうと思うんだけど、またよかったら食べてみてください。はい、ピリ辛で美味しいです。ということで、今日のおやつこの辺で終わりにしたいと思います。あ、点数や、点数は、70点です。はい、ではまたね、バイバイ。